おめでとうございますフェンシング、男子、エペ、団体戦、日本代表、東京オリンピック、金メダル獲得おめでとうございます皆さんはい、パチ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 やるイェイやったぜおれやったぜおれ最強はい、日本最強ありがとうございますお疲れさんですやったな、おい、この野郎 はい、えー。まずは選手の皆さんに感謝の言葉を伝えたいと思います、えー。エペ団体男子。まずは日本のエペを本当に牽引してきてくれた、えー、個人でもね、あの世界のトップにもなった、えー、ミノベ・選手。ミノ選手がね、本当に個人よりも団体だという熱い思いを持って、ここまでチームメイトと一緒にね、 チームを育ててきてくれたことっていうのは、本当にこのエペ団体の金、大きくつながる貢献だったと思います。個人で本当に金メダルも狙えるような才能あふれる選手で、素晴らしいあの功労者だと思うんですが、そこだけにとどまらず、引っ張ってくれました。まずは、ミノ選手、ありがとうございます。おめでとうございます。金メダリスト、最高です。えー、そして、山田勝選手、今回本当にあの素晴らしい し、仕事をしてくれまして、本当に長身のね、選手で、ミノベ選手がね、多分、エペという競技で、団体で、力を発揮するには、彼の力が必要だということでね、コーチにお願いして、こう、実力を育てていた選手だというふうに僕は伺ってます。その山田選手が今回、団体のメンバーに入って、しっかりと仕事をしてくれて、金メダル獲得に大きな貢献をしてくれたこと本当にありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> そして、えー、もう一人、加納ー・コ選手。 小さい体ながらも本当にスピードあふれる素晴らしいパフォーマンスで、今回本当に日本チームの救世主もしくはね本当にまあ日本をねあのたくさんあの救ってくれた今回のもうラッキーボーイだったんじゃないかなと僕は思ってます。関、え、脇、ー、選手がいなかったと思うとちょっとね怖い大会になったかもしれないですけども、素晴らしい活躍でした。えー、最強の3番手でございました。おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。そしてえ今回。 ねあの、リザーブに入ってくれた上山選手、ね本当にあの、個人で出ることは叶えませんでしたが、選考段階では、あの、いいポジションにつけていたにもかかわらず、あの、4番手ということになって、悔しい思いをしたこともあると思いますけど、そこからじっくりとね、実力を磨いてくれて、今回の団体にかけて出場枠入ってくれて、そして今回ね、あの、見延選手がね、途中ちょっとポイントが取れない試合が続いて、コーチの判断で、見延選手とスイッチして、 上山選手が入って、その上山選手が決勝ではね。本当にあの強豪選手から5連続ポイントとあのゴンっていう引き離しでね。かなり優勝がぐっとたぐり寄せられたんじゃないかなと思います。あの、上山選手はあの。本当に僕にも直接メッセージをくれてね。あの就任の時にあのいろんな思いはあるけど、本当にばろうよと。といろんなことあるけど、一緒に頑張ろうぜ。っていうメッセージをね。 あの、お互い共有して、この大会望んでくれたので、本当に最高の結果だったと思います。そして4人が、あの、全員、あの、オリンピックのピットの上でプレーできて、金メダルを獲得したと。4人の金メダリストが生まれたことを本当に嬉しく思ってます。え、改めて、え、私からお祝いの言葉を申し上げたいと思います。男子エペ団体、東京オリンピック金メダル、おめでとうございますやったぜやったぜそして、私も、 就任後初めての国際大会がオリンピックという本当に大舞台になってあの会長を就任させていただいてプレッシャーも大きかったですし厳しい時期本当にあの賛否両論ある中オリンピックに対しても非常に厳しい意見が寄せられる中開催も危ぶまれる中全てのアスリート関係者がやっぱり不安な気持ちを持ちながらも様々な人の支えでね開催していただきそして私も 大田会長、大田前会長から信任をいただき、公認を務めさせていただきまして、不安な気持ちいっぱいだったんですけど、まずは、あの、大田会長が4年間築き上げてきた強化と普及、この時間で積み上げた力がどういったもので、日本の卓球界に何を与えてくれるものなのかっていうのを一緒に、大田会長と何度も何度も話し合って、そして今後、フェンシング界にどういう力が必要なのかっていうのを何度も何度も本当に話し合って、フェンシング経験のない私が、 今後のフェンシング界にどんなものを提供できるのかっていうことをお伝えさせていただいて、最終的に何度かね、大田会長には人が重すぎると、選手たちの人生をそんな簡単に変えられないということで何度かお話戻したりもしたんですけど、太田会長がぜひフェンシングをより広く広めるために井さんの力が必要ですと言ってくれた言葉、そして選手の皆さんが自分たちの人生を変えたいと、マイナーなものからメジャーなものに変えるためのね、 まあリスクもあると思いますけれども、それをしっかりと引き受けて、全力で武井会長のもと頑張りたいっていうことをおっしゃってくださったので、会長を受けさせていただいて、今があります、そして就任早々、早速、こんなに大きなプレゼントを選手たちからいただける、フェンシング会からいただけるとは思いませんでしたので。 今日のね、本当僕がツイートでひたすらフェンシングのことつぶやきまくってたんで、僕のフォロワーの人も、うるせえな、フェンシング、フェンシングって思ってたかもしれないですけど、でもこんな、もしかしたらこんなん大きな偉業を達成してくれるかもしれないという、この団体戦に関しては、日本の力は素晴らしいんだということを、みんなに見ていただきたくて、つぶやきまくっていたので、太田会長と2人でね、日本をフェンシングで包もうよと、あの今日つぶやき続けて写真上げまくって、 してたら、本当に選手たちが世界一の大仕事をしてくれました。本当にありがとうございます。それをね、地上波でもね、富士テレビさんが取り扱ってくれて、大々的に皆さんに見ていただけることができたと。そこはすごく嬉しいです。そして明日もね、スポーツニュースやワイドショーでたくさん取り上げていただけることと思います。あの、僕自身も今後ね、一週間、二週間多分テレビに出るときは、片っ端から本当フェンシングの話でやろうと思ってますんで、<laughs> 日本全国の皆さんにフェンシングを ひたすらお伝え続ける仕事をこれからやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。マイナーなものをメジャーにする。それはあの僕自身がこの10年間芸能界でマイナーだった自分をメジャーにするためのお仕事をこなしてきて、マイナーなものをメジャーにしたプロとして今があると思ってますので、フェンシング、これでメジャーへの入り口がバンとこう開いたと思いますんでね。 これからフェンシングが日本でただ知られるだけではなく本当に多くの方があのフェンシングの権を持って相手と向き合ってあの自分の技や体力を競うということが楽しくて健康によ、あの素晴らしく貢献できてそういった素晴らしいスポーツだということを多くの方に手に取っていただけるよう楽しいイベントだったり楽しい企画そして楽しい試合そして子供たちもみんなが楽しめるそういったフィールドを作っていきたいと思っておりますのでぜひ皆さん今後も フェンシング協会、そして、並びにフェンシング会、そして、フェンシング協会会長、竹総、えー、どもども、応援、よろしく、お願いいたします。ありがとうございます。百獣の報告武井総の、ケイジョチャンネル、始まるよ